あー、縫い包み泣いちゃう。ちょっと待って。俺、この選択肢、押したら泣いちゃう気がする。はい。皆さん、こんにちは。最近、毎朝、同じコンビニで、肉まん買っているので、なんか店員が僕がもうレジに来るともうなんか肉まんに手を伸ばそうとしている気がしている達也です。あ、みたいな。あ、来た来た、肉まんの客。うん、バックヤードで肉まんと呼ばれてるんでしょうね。ということで、今日も三浦慶太郎続きやりたいなと思います。まあ前回ね、このなっちゃんとのね、恋仲、いやもうなんかこの二人の恋愛とかいう云々以前に、もうすごい衝撃の事実がね、どんどん明らかになっていって、やっと 50% ということなので、続きやっていきましょう、うん、さあ今日もまた衝撃の事実がどんどん明るみに出てくるんだろうね。1985年か。あ、この辺はじゃあまた分岐と一緒かな。そうだね。じゃあ今回はどこで分岐するんだろうな。で、前回はこれだね。我々はどこから来たのか。うん。BJ って書いてある。2188年。そして、高宮ゆきとなっちゃんが実は親子みたいなね。衝撃的な展開が多かったんですけど、じゃあ今日はこれの一番下になるのかな。なんかこの辺って鍵かかってそうだもんね。この1985年の人間だ。うん。他にも騎兵があると言っていたが、それで言い聞きしていたのだろうか。それとも他に移動手段が、やはり夏野さんが鍵だ。そうだね。彼女はまだ学校だろうか。また会いに行く？ちょっと待ってね。あれでもこれに会いに行くって分岐だとここじゃないっけ？うん、ちょっと待ってね。いろいろ見てみるわ。ハンバーグ。やっぱこれっぽいな。行ってみよう。じゃあまた今日はなっちゃんとの会話かな。まあ三浦はもうすでになっちゃん意識してるもんな。可愛いって。あ、うん、無視。気づいてるだろ絶対。また南さん。うん、はい。そうだ、十郎見なかった。十郎、どうせまた網口探してるんじゃないの、キュータと一緒に。そう、もう帰ったのかな。なあ、一緒に帰ればいいのにな。ああ、かわいそう、めぐみちゃん。今日の夕ご飯何がいいかしら、ね、ハンバーグ。あれ、なんかできるのこれ。どうでしょう。提案してる。また？いや、自分は何でも。よっぽど好きなんだな。そうだな。ここのところお肉ばかりだったから、十郎にお魚食べさせたいかな。買い物あるから行くわね。ああ、なるほど。これでそういえばなんだっけ、めぐみちゃんのストーリーだっけ、お魚食わせるシーンに繋がるんだね。なるほどなるほど。じゃあ部室かな。夏野さんは向こうだな。うん。さあ、お、黒ずくめいない。ああ、またなんか疑われる。もう彼氏だって言ってんじゃん。この前挨拶したじゃん。うん。今日は南いないよ。え、部活休んで何やってんだか。本当だよ、俺というものがありながら。そうですか。浮気か。南さんと付き合ってるの？そりゃあもう200年ぐらい付き合ってるよ。どこまで進んでるのよ。もう A も B も C も D も E も Z だよ。Z ってなんだろ。いや、自分はそんな。からかうな。どこに行ったかわかりませんか。急ぎの用事らしいけど。ん？どこにいるのかは知らないな。私知ってます。お、どこどこ。あれ、あの子が篠ノ目さんが見てる。時坂神社に行ってるみたい。おお。何しに？二人の思い出の場所だからね。そこまでは聞いてませんけど。時坂神社か。あれ、消えた。何？お化けなの。じゃあ時坂神社に行くのかな。この時代の時坂神社か。あ、また出てきた。彼女と出会ったのも
あの神社だったな。じゃあ行こう。でもちょっと気になる。なんでなんで消えるの？どうした慶太郎。あ、そうだね。そこは一緒だね。じゃあ時坂神社行くか。なんで時坂神社を考えるときにちょこひょこって出てくるの？行きますか。なんだろうな、あの子も関係してるのかな。全然ストーリー進めてないからわかんねえや。驚いた。神社はそのままだ。周囲の雑木林は随分な様変わりだが。確かに。だってこの辺に木があってよく隠れてたもんね。夏野さんはいないな。また木陰に隠れていたりしないかな。あ、ゲートか。おお。見つからなかったね。どこに行ってきたん？どこにあるのかな。夏野さん。これは17号機を探しに行ったんだよね。こんなに遅く、こんなところで。夏野さん、今のはバレちゃった。今ので時間旅行させてくれよ。戦争が始まる前、おじ、現実。おい、光と共に夏野さんが現れた。偶然じゃない。騎兵で時間を飛び越えた。あの光と同じだ。この BJ を使えばワープできると。夏野さんと出会った時も神社で雷のような光を見た。見てるんだ。そうか、ここから行き来していたのか。どうしよう BJ。 隠さず教えてほしい。戻りたいのです、元の時代に。助けてくれよ。そうよ、乗ってきた。あれどうするの？なんか反論しろ慶太郎。騎兵は後で何とかします。そうだね。千尋が、妹があの後、妹気になるよな。無事だったのか確かめられるなら確かめたい。なんか俺今のところ、まあこのゲーム多分重郎中心に話回ってると思うんだけど、なんか一番三浦が慶太郎がなんか主人公って感じするわ俺の中で。重郎めぐみちゃんに冷たいしな。頼むわ。え、移動できるの？頼む。ああ、BJ 優しい。5か。おお。ああ。データユニットは南夏野が持っていたのか。データユニット、ちょっと東雲さんの立ち位置が全く分かんないから、敵か味方か分かんない。今ので戻ったのか。こんなにたやすく行き来できるとはね。なんか体に影響とかないのかな。すごいでしょ。自由に時間を行き来できるなら開戦前に騎兵を送れば。まあ自由じゃないんだよね、特定の機関だけだもんね、選べる。セクターなんとかみたいな。それは無理。タイムトラベルはきっちり40年単位でしか移動できないの。あ、そうなの。へえ、新事実。40年単位。86年の次か、85年の次が2025年。ああ、で2065、2105、2145、2185っていうことか。それにここより過去へは行けないみたい。そうか、残念だ。ともかく千尋を探そう。そうだね、行こう。なんか慶太郎はさも当たり前のようにバッグの中に BJ 入れてることについて何も突っ込まないのかな。重くないとかさ、よく入るねとか思わないかな。避難所か、クラベの親戚の家にいるはずだ。てかきっちり40年後ってことは、まあ、1985年の世界が1日過ぎたら40年前の世界も1日過ぎてるってことか。あー、なるほどね、この設定大事だな。行こう。うわー、あ、
え？怪獣が、ダイモスが。どうなってるんだ。え？一っ子一人見当たらない。交渉も詰め所も、もぬけの殻だ。無線も誰も出ないし、どのラジオ局もやってない。どうなってるのこれ。一体人間はどこに行ったんだ。いや、それよりもあれでしょ。あれ見て、あの化け物だ。あれは地球を侵略に来た宇宙人の兵器。違う。騎兵は彼らと戦うためのロボットよ。そこは合ってる。ここも未来の街と同じみたい。あ、宇宙人の攻撃を受けた後、人間は誰一人残らないの。てか、まああの怪獣の目的って何なんだろうな。でもあれ作ったの多分未来の人間でしょ。本当に外来生物なのかな。あれ、過去で人が消えたら私の時代はどうなってしまう。ああ、そうだよね。あの怪物たちは米軍ではなく、未来の宇宙から来た侵略者だ。ああ、ややこしくなってる。そして騎兵は奴らと戦うための兵器。そこは合ってる。あれは、ん、あ、あ、玉尾さん、玉尾さん、一体何があったのです。大丈夫。ああ、いやでも40年後に生きてるはずだから死にはしないのかな。あ、玉尾さん。え、千尋はどこですか。千尋ちゃんは、ちょっともう今日もずっと鳥肌がすごい。あ、玉尾の回想、うーんと、何やってんのレンヤ。おいレンヤ、え、何やってんのマジでこいつ。森村先生、落ち着きなさい。え、やっぱそうなんだ、中に人格入ってるんだ。どこへ連れて行くの。おお、君には申し訳ないことをした。だが何も心配しなくていい。うん、こういうシリアスな場面で絶対言うことじゃないけど、お前左腕の腕力やべえな。20キロぐらいはあるだろあの子。あ、行っちゃった。レンヤやっぱり敵なのかな。君が薬をもらってた男か。おお。あ、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 え、え、ちょっともう、わけわからん。どういうこと？死んだんじゃなくて消えたの？死んではないの？どういうこと？え？消えた？ああ。あ、変装なんだ。死んではないんだ。それって、宇宙人に捕まったってこと？え、そういうことなの。おそらく。え、いや、囚われてる。え、世界の終わりまでは。え、あ、やべ、俺 A しか言ってない。あはははは、あ、ティーピーコーティル。いや、俺まさかここで終わるわけないよな、三浦編。俺ここで終わられたら結構モヤモヤするよ。守るべきものと。あ、よかった、ロックされてない。アップデー。ここでのロックはきついぜ。新しく情報入ってないかな。あ、ゴートは規定部で見た森村の記録を頼りに1945年のクラベ家を訪れ、そこの里子として暮らしていた。里子。あれ、ケイタロウの、三浦ケイタロウの妹なんじゃないの。森村のクローンである千尋を連れ出し、彼女の本来の記憶を呼び起こした。いや、ゴートは何やってんの。もう、わからん。お前がどういう立ち位置なのかが全くわからん。そして左手に持ってるやつ、それ何、ハンカチ、ハンカチなのかな。分厚いね、分厚いハンカチだね。そんなことしかコメントできない。よし、もう続きだ、続き。この続きを見ないことにはもうどうにもならん。三浦慶太郎、また土手から。千尋、あ、でも違うストーリーだな。分岐じゃないんだね。考えること、そう、ここ。千尋を連れ去ったゴーとレンヤ、
玉尾さんに薬を譲っていた男の名だ。あの薬も怪しいな。あ、それだけか。あとは、あ、まあ、千尋も考えとくか。千尋を連れ去ったのはゴートレイヤー。うん。奴が1985年にいるなら、千尋を救い出さねば。とっ捕まえてやろうぜ。っていう感じかな。あとは、あ、特に何もないのかな。何か考え、ああ、眺める。この時代では、夜も明かりが絶えることはない。カンテラがなくとも困らないな。カンテラ、それだけ。いろいろ見てみるか。歴史を元にした時間は確かに、あ、40年のズレがある。なるほど。だがここは私のいた時代に繋がってはいない。おそらくこれは時間移動ではない。え、あ、ちょっとよく分かんなかったら もう一回来て聞いていい。うん、40年のズレがある。だがここは繋がってはいない。時代に繋がってない。おそらくこれは時間移動ではない。え、違うの？何それ、なんかその物語の根底を覆すような。昭和20年に誰もいなくなった。40年後だというこの昭和60年には、はっ、え、ちょっと分かったかも。なんかさ、前回の動画でさ、あ、ごめんね。三浦慶太郎がいてさ、なんかおそらく玉尾おばあちゃんのなんか子孫みたいな人から話を聞いて、なんか当時の記憶をもとに復元とか言ってたじゃん。この昭和60年って作られたものなんじゃないの、もしかしたら。え、違うかな。だってさ、あの1945年がさ、本当にもう怪獣に蹂躙された後なのであれば、あれから40年で今復興して、その歴史がさ残ってないのもおかしい話じゃん、そもそも。ねえ、あれそうなんじゃない、もしかして。そんな史実も影響もありはしない。あ、ほらほら言ってる。科学読本で読んだな。うん、よく似た平行世界というものだろうか。いや、なんかそんな気がするよ。夏野さんの話では、ゴートレンヤという男はこの時代の学校にいて、時間を行き来している、BJ は80年先の未来人だと言っていた。BJ、 夏野さんはあの探査装置を未来から来た宇宙人と信じている。信じてるね。あ、よかった、慶太郎は信じてなかった。彼が見せた未来の映像は真実だとしたら、なぜ私が200年先に。だから逆だよね、200年先にいるんじゃなくて、200年先がオリジナルで、データだけなのの話なんじゃないかな。記憶だけ入ってるみたいな。装置でないのは確かだ。記憶というか人格か。あー、面白。たとえ騎兵を持ち帰ってもどう戦うというのだ。うん、守るべき人もいない。そうだよね。だってもうこれ時間過ぎちゃってるから、今から40年前に戻ってももう怪獣にやられた後なんだもんね。裁縫のに苦労して、はい、肌身。あの怪物たちは米軍ではなく、うん、未来の宇宙から来たし、そ、うわー、夏のどうし、あ、違う違う違う。本当にそんなこと考えてる場合じゃない今。夏は学校か。うん、なんとしても見つけ出し、千尋を取り返す。よし行こう。うわー、どうなるの。母校を訪ねる。桜高校、いい名前だね、桜高校ってね。この感じでね、うん、桜っていい名前ですね。どうでもいいこと。ゴートレンヤは夏野さんの先輩で、1908、そして BJ、さらに遠い未来から来た人間だ。あー、よし、じゃあ行くか。物質棟へ向かう。おお、向こうから来てくれた夏野さん。二人背丈が一緒だね。まあでもね、三浦慶太郎は一応昔の人間だからね、当時は平均身長とかも小さかったんだろうね。実はゴートレンヤを探しに来たのですが、風体も人相もわからないので、夏野さんに特徴を教えてもらおうと。あ、そっか、わからないんだっけ。ゴート先輩だけど、あれから学校には来てないの。うわー、逃げた。先生に聞いたんだけど、住んでるところもわからなくて。どういうこと。そうですか、それは困った。
え、打つ手なしじゃん。お、あ、お、あれ？夏野ちゃん、なぜここで美和子ちゃんが？もう部活終わったの？あ、そうだ、確か写真持ってたよね、ゴート先輩の隠し撮り写真。隠し撮り、あ、手が揺れてる。ごめんごめん。今持ってる？あるけど。あるんだ。あ、これこれ。三浦くん、ゴート先輩の写真あったよ。見して。笑ってる？たまには笑ってる顔を見せてよ、ゴート。僕に写ってる長身の人よ。このメガネをかけた男が。うん。ゴートレイヤー。いつもハンカチ持ってる。そうだけど、ありがとう美和子。なんてことだ。お？あの校長跡の公園にいた男。あ、そうだよ、そうだよ。ねえ、千尋に似ているって言って、あの、僕の妹ですがとか言ってた。千尋をさらったゴート連夜だったのだ。うん。あやめ公園行こう。手がかりだ。うん、何も言わずに。何か一言言ってけ。面白。三浦編ずっと面白い。なんだろうな。なんかこの三浦のこの性格が素直に応援できるんだろうな。どっかのご飯作ってもらって美味しいすら言わない主人公と違って、ああ、いた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 、話しかける。千尋、本当はまさかあの時代の千尋なの？知らないふりしてただけ？千尋なんだろう、答えてくれ。うわー、絶対そうだ。うわー、もうなんかもう鳥肌がすごい。あー、縫い包み泣いちゃう。ちょっと待って、俺この選択肢押したら泣いちゃう気がする。これ焼け跡で拾ったけど、うわあ、私そびれてたんだ。大事なぬいぐるみだろ。ににうわあ、すいませんね。なんで泣けるんだろうな。やっぱ慶太郎の人柄だろうね。ずっとまっすぐだもん。祖国を守りたい、救いたい妹坊っていうさ。もう泣くすんじゃないぞ。うん。わあ、千尋だ。かわいい。無事でよかった。よかったね。そうね。記憶が消えたわけじゃないから、幼い妹としてのこの心地よい依存心も今の私の一部。否定は精神構造に様々な無理が生じる。うん、急に難しいことを。ちひろ。戸惑ってんじゃん。お兄ちゃん戸惑っちゃってるじゃん。どうしてしまったんだ。元の記憶を取り戻した。なるほどね、やっぱりね。私は森村ちひろ。うん。森村。うわ、出た。もう怖いよ俺、レイヤが。秘密にしたいとあなたが言ったのに、自分からバラしてしまったのですね。貴様、大胆な計画変更も時には必要なものよ。どうする、ケイタロウ、一発殴っとく、メガネ飛ばしとく。ゴート君、さあ、やっぱこうやって見るとゴートはちょっと身長高いな。この顔よ、もうブチ切れてるじゃん。君が現れるのは計算外だった、ゴートレイヤー。そんな全て計算通りいくと思うだよ。千尋に一体何をした？なあ、その言いようは心外だな。これが彼女の元々の姿だ。最初から君の妹ではない。黙れ。かっこいい。今の慶太郎の黙れ、ちょっと俺リピートしたいわ。貴様の話など聞く気はない。なあ。玉尾さんの敵だ。うん。許さんぞ。いけいけ、やっちまえ。何か誤解が生じている。うん、まあ俺も多分誤解なんだろうな、誤解なんだろうなとは思ってはいるけど、このなんか慶太郎の気持ちになんかそのまま乗じて俺も実況したい。うん、どこに行く気？かわいい。誰もいなくなった1945年、やっぱもういないんだ。どこに逃げても意味などないの。このループを止めるには全システムの掌握が最優先よ。ループか。あなたは頼りになる。三浦君はとても優秀な設計技師だった。何の話を。
いつでも千尋の味方。2188年の話か。そう言ったわね。我々に協力して。ゴート君、準備はできています。そう、時間を無駄にしてすまなかったわ。急ぎましょう。千尋、あーちょっと顔が、あー行っちゃった。よしたまえ、どけ。お、やる？対人バトルやる？千尋は私が連れていく。彼女は命を狙われている。黒服か。今君では守れまい。うん、誰にそんな。同じ人類なのに敵対勢力がいるんだよな。関ヶ原へ。あーやっぱりその名前が出てきたか。協力する気になったら声をかけてくれ。やっぱ関ヶ原が千尋撃ったのかな。関ヶ原編はそうだもんね。近くにね、森村千尋が倒れてるところからスタートするからな。関ヶ原、あの男も時間を行き来してここにいるのか。回想、玉尾さん、ケンペは行きました。どうでした？やはりキリコさんを探しています。同時キリコ。キリコちゃんがスパイだなんて。スパイ、まあスパイかっこ男だなんてっていう。その男の仲間だと思われている。ああ男っていうのはもう分かってるんだね。彼女は巻き添えになったんだ。ん？あ違うか、関ヶ原 A の仲間。ケンペに追われる男をかくまうなんて。あれ、てか三浦編って関ヶ原出てきたの初めてだっけ。あいつは同時キリコなんて名前じゃないし、うん、この世界の人間でもない。沖野だね。だこうやって見ると関ヶ原と三浦似てんだよな。これわざとだったりする、なんかの伏線だったりとかする、違うよね。イカれた男だ。あいつは騎兵で何をしていたんだ。この男は騎兵のことをやはりスパイだ。奴が逃げるとすればゲートだ。今行けば追いつけるかもしれない。関ヶ原さん、本当のことを教えて。私は両親の娘ではなく未来から連れてこられたって。え？比べ、玉尾さんも未来から来たの？もうちょっとわからん。分からんけど楽しい。それが13騎兵防衛権だ。同時キリコが言ったのか。嘘だと思えないの。うん、多分私毎晩その夢を見ている。そうだね、そのための薬なんだろうね。記憶をいじられたな。こんな奴の話真に受けてはダメです。玉尾さん、憲兵に引き渡しましょう。慶太郎さん、お願い、はっきりさせたいの。ああ慶太郎。ん？三浦慶太郎、思い出した。三浦慶太郎か。うん。貴様、なぜ私の名を。そうか、お前が。なんだと言うんだ。お前と一緒に戦っていた。あ、じゃあこの二人なんか俺ワンチャン同一人物とかいう可能性あるかなと思ったけど消えたわ。その線か、もういろんなこと疑っちゃう。貴様など顔も知らん。今のお前じゃない、未来から来た三浦だ。うん。未来？彼は肉体を失い、え？意識だけの存在だ。どういうこと？今は探査ユニットに収められてる。では慶太郎さんも。君と同じだよ。与太話はもう十分だ。詰所に突き出してやる。ああ、逃げる。動く。おお、関ヶ原さん。相変わらずどこから出したのかわからない銃。貴様、お前の言う通り俺はイカれてる。頭にすっかり毒が回ってな。うー、 to be continue。 私の妹、あ、ちょっと進行度がもうすごい 75%。 はい、ここでロック。はい、ここでロックいただきました。もうわからんな。でもまあ着実にゴールには向かってるんだろうけど、ちょっとね、今日ね一回崩壊編もやりたいなと思うんですよね。なんかいつの間にかね進めれるようになってるんですよ。なのでちょっとやろうかな。
出番ね。私が出る。行くわよ。了解よ。任せろ。じゃあこのなんか三浦編に出てきた人たちパーティーで行こう。ベイブ6か。これいくつまであるんだろうな。うえ、かっこいい。みんな揃ったか。お、重郎。私のロボットなんだかみんなのより遅くない？ん？第二世代の騎兵は他の世代より兵装が多い。へえ。重量型だ。重量は2000トンを優に超える。地下道を踏み抜かないように気をつけろ。2000トン。てかさ、もうなんかこの時点で矛盾があるよね。だってさ、いおりちゃんはもう森村千尋なんでしょ？で、関ヶ原は森村千尋を殺す人なんでしょ？けどこの二人が喋ってるっていうのがもうなんか違和感がすごいよね。これは一体いつの時系列になるんだろう。乗せてる核融合炉が重いからね。その分、高出力の機体だから、プラズマアーク溶断機も装備できる。あれが使えれば、奴らの装甲はバターのように断ち切れる。バター？格闘用のでも本来は高層ビルのメガ柱解体用だけど、取っ組み合いになれば1300トンの握力が頼りになる。1300トン。ゴリラ何体分なんだろうこれ。多くの支援ユニットとリンクしていて、それらを呼び出せる。うまく使いこなせ、どんな戦況も有利に変えられるはずだ。なるほどね。そんな一度に言われても。あ、俺の心の声を代弁してくれてる。よし、まあ、ここは一緒だね。バトルスタートと。今回はここか。よし、出てきたな。やってやるよ。よし、これでクリアかな。オッケー。ドローンでミワちゃん見つけたんだけど。ミワコ？見つかった？よかった。それがおミワちゃん次のターミナルの方へ逃げてるの。なんでだよ。何やってんのミワコ。あの子方向音痴だね。ほっとくと危ないよ。ゾロかよ。私ちょっと行って反対の方へ避難させる。うん、頼むわ。うん、あなたの写真を持ってる女の子を助けに来ました。どこにいる？応答しろ。あ、キサラギ、その子。千尋じゃん。分かってる。美和子誘導したらすぐ戻るから。なんかレンヤ大変そうだね。しのいだか。みんな好きかって言ってるね。よし。なっちゃ圧倒的 MVP。 助かった。ウォーミングアップ。そうだ、ミステリーポイントもゲットしたから、ミステリーファイルちょっと見たいな。よっしゃ、 S ランク。なんか今見た。なんか今オープンしたけど見逃した。あ、なるほど、第二世代第三世代のみで攻撃隊を編成。知らず知らずのうちにクリアしてたわ。いいえ。お、次のところも行けるんだね。じゃあ今日は最後にミステリーファイルを見てから終わろっかな。何か追加されてるのは、あ、第二世代機体騎兵13、14、15が第二世代なんだね。お、13番がそう比べたね。14番に篠の目、15番に冬坂、ほう。10番に尾形、これが第一世代か。11番に関ヶ原、12番に肘山か。なんかこのメンツに尾形がいるのかちょっと違和感あるな。尾形のストーリーまだ全然やってないから分かんないけど、関ヶ原と肘山って1945年とかにもいた、だから多分その辺がメインの世界の人だと思うから、尾形もそうなのかな。
じゃああとは比べ家の間取り黒服の財布どれがいいかな。じゃあ2025年の怪獣の進行を見てみようか。はい、クラベ（泉）はたった一人で町を守ろうとしたが負けてしまう。ああそうだったね。で敗戦後の廃墟で薬師寺とクラベは再会を果たしたが、クラベは2時間も騎兵に乗って戦い続けたために脳に甚大なダメージを被り、薬師寺の腕の中で意識を失うと。なるほど、この戦闘の後遺症で完全に記憶を失ったんだよな。で記憶を失う前は、まあめぐみちゃんとね恋人だったから、めぐみちゃんは記憶を元に戻させて守りたいということでご飯を作ってるんだけど、記憶を失った重郎はありがとうすら言わないとそういうことですね。ああちょっと玉尾も見たいな。うおすごい量がある。三浦の妹の千尋、でも里子ではあるんだよな、血のつながりはないと。うん、玉尾はゴートからおかしな夢、ああそうだね、たびたび薬をもらっていたと。でそうだね、その姿を消滅させると。彼女は死亡したのではなく世界の終わりまで夫に囚われ、そこで生命維持されてると。ってことは捕らえた人たちとしては世界が終わった後にであれば解放する気なのかな。なんだろう、じゃあ向こう側の思惑としては一度世界を終わらせることが目的っていうこと。玉尾は彼女の両親の子ではなく未来から連れてこられた存在なのだと同時キリコに聞かされ、彼女自身はそれを嘘だと思えないと考えていると。そうだね。で実際に今ちょっとオープンしてないけど、このクラベ玉尾2188年、ここが元になってるんだろうね。なるほど。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。次回はね、多分皆さん気になってるであろうこの尾形くん今のところ一番影が薄いと言っても過言ではないこの尾形くんの話を進めていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんご視聴の方よろしくお願いいたします。ではチャンネル登録と高評価とコメントの方もよろしくねうるさいな俺ではご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。